一体これはどういうことだ。この話の主人公は私だろう。なんで庭にも渡って私でねえんだよ。こんな力加減も効かないとかいうわけのわからん設定性をされてさらに出番まで削るとかひどすぎんだろう。こうなったら私が図書館に乗り込んでこの話に引導を渡してやるから覚悟しやがれよ。おらーレイムーン、お礼参りに来てやったぞー。引導を渡してやるからとっとと出てきやがれー。引導渡されるの私。おーいレイムーン、最近全く香りないからわざわざ来てやったぞー。大丈夫だ、香りでいきなり引っ叩いたりしないから出てこいよー。画面の前のみんな、どうやら私の運命もここまでのようです。お嬢様、申し訳ございません。昨夜心配しなくても肉体へのダメージは大したことないはずだよ。手加減の意味も込めて白老犬しか使わなかったからね。もっとも霊的な面ではそれなりの深手になってるはずだから、しばらくは安静にしてあげてね。手加減できないって言ってませんでしたっけ。私に切れないものはあんまりない。何、全言撤回とか言いたいわけ。ところで昨夜さんの時間停止攻撃で決まったように見えましたけど、決まるどころか全くの無傷なようですね。ん？ああ、避けてないよ。私の挽回の特性の一つなんだけどね。ほら、今私判例いないでしょ。そういえばそうですね。挽回すると判例と一つになっちゃうんだけど、ついでに物体をすり抜ける能力をこの体でも使えるようになったんだよね。それもうただのお化けじゃね。私はあんな怖い奴らと一緒にするな。その怖い奴らの中に君んとこの主さんも入ってる気がするが。お前ゆうこ様をバカにしてるのか。ゆうこ様は食の化け物なだけで決してお化けではないんだぞ。本人が聞いたらなんて言うだろうな。まあそれはそれとして、これなら次何か異変が起こっても少しは役に立てるかな。だといいな。ちょっとやりすぎたんじゃないですかね。いいんだよ、最初に切るって言ったし。なんなら昨夜も式様に判決下されるといいよ。あんなこともしちゃったわけだし。まあ一理あるけども、随分根に持ってるな。ユーム、うん、どうしたの。もしかして昨夜がやられて怒ってる？試合を見届けるって言ったのはレミリアだよ。そんなんでよく私がカリスマだとか言えたもんだね。今のはミミコと同じ。普段はカリチマとバカにされてもやはり夜の王ということか。やべ、ツッコミがいねえ。なんだこの尋常ではない奴は。それにこの獲物は、グングニル、なのか。でも、ちょっとびっくりしたけど今の一撃で大体わかった。レミリア、あなたでも今の私には通用しないよ。冷静さを欠いているあなたではなおさらね。誰か止めに入った方がいいんじゃな。使えねえ。さあ、大体の力を試せた。今私はこれ以上やるつもりはないんだけど。いい主人を持ったね、昨夜。でも、かかってくるなら仕方ない。思いだけではどうにもならないことを、教えてやるよ。お嬢様。お嬢様が怒ってらっしゃる。私が不甲斐ないばかりに。いえ、また。このまま倒れていてはお嬢様に顔向けできない。私が。
逆。いやぁ。昨夜。バカな。なんだその姿は。は。吸血鬼のモノマネだったらもうちょっとちゃんとやりなよ。ただのモノマネならいいんだがどうも様子が違うな。ひどい目に遭いましたね。やっと目が覚めましたか。あれ、まだ続いてるんですか。一度は決着したかと思ったんだがな。なんだか様子が変であるな。てかお前らとっとと起きろ。いいだろう。ここは我が収めてみせようぞ。待てー、そんなつもりで言ったんじゃなーい。またややこしくなるからやめろー。おい、昨夜殿。一度は勝負あったのだから今回は負けを認めるがいいぞ。いや、それだとお前に負けた感じになるから。ふとー。今すぐ離れなさい。どうかされましたか、大使様。ふん。少しはマシになったようだね。だが。ねえ、ちょっと話聞いてる？なんてことを。どうやら意識がないようですね。ふ。今飛んでったのは。全部見る。わあ。話せー。やっぱ話すなー。こうなかんか。運命からは逃れられないようです。こんのー。なめるなー。今のはあかんのでね。ソニーと使うんなら使いますよ。今かそんなんで。今はそれどころではありませんよ。そんなまだだ。まともに切られたぞ。ヨウムキ様ー。手応えあり。え、な、再生だと。やはぁ。わぁ、おのれー、なぜ私だけ。ここ数は運のバチが当たったんじゃないですかね。昨夜、傷は大丈夫なのか？それにその姿は。いや、やはり昨夜の意識は感じられない。だがどうすれば。よ、昨夜、何これ、唐突にニンニク渡されても困るんだけど。意識あるんじゃねえの。レミリアさんがニンニクでやられたぞ。暴走しても勝者な部分は変わらないようですね。てかむしろポンコツなだけでね。わあ。おい。見に行こう。さて、ここは一月を入れていきましょうか。おや、意識がないようにも見えましたが、そんな顔もするのですね。見境なしですか。いや、主人以外のすべてを、ですかね。さて、このままでは拉致が開きませんか。どうすればあの状態を解除できるか伺っていましたが。また先ほどの、優等なことはしてられないようですね。奥？うん、了解。ブンブミルを、すべて。
く？どうやらなんとかなったみたいだね。おく？お疲れ。体は大丈夫？うん、特に異常はないよ。ん？私の心配だなんてなんか珍しいね。ふん。あんたがリミット解除した時だけはそうすることにしてるんだ。暴走とかされてはたまったもんじゃないからな。ってなんだその顔は。あたいは迷惑だって言ってんだぞ。いや別に気にしないでいいよ。いやいや、お金で助かりましたよ。にしてもああすれば暴走を止められるってよくわかりましたね。そうだね、とりあえず普段ないものをちぎっとけばなんとかなるかなと思って。おくうならではの発想だ。ってことはあれで元に戻らなかったらもしかして。もちろん次は髪の毛を根こそぎ。さすがにそれはやめてあげて。まったく、一時はどうなることかと思ったわ。あ、とじこ、無事で何よりでした。それはこちらのセリフだ、あまり無茶なことしないでくれ。すみません、結構必死だったので。まあ一応助けられたんだし礼は言っといてやるよ。お、たまに出れるとじこが見られて私は満足です。吹っ飛ばしてくれた礼もしてやろうかこの野郎。お互いに相方の本音が見られてよかったね。ねえ、もうこの話はおしまいだ。どうやら出るタイムは終わりのようだよ。なんてこったい、どうしても値を叫ばせたいようだな。あなたもいろいろと大変なようですね。どこの勢力も似たり寄ったりなんだな。そう、一つ聞きたいんだが、うちのクソったれ知らない？何それ。悟り様のことだよ。マジかよ。あ、彼女ならモリアパレスでお会いしましたね。私たちはとある理由であそこを出ちゃいましたから、その後どうしてるかまではわかりませんが。そういえばこの前テレビで神社なくなったって言ってたね。確か元はアマントの住処だったか。善人な。いえ、大魔王ですよ。お前らボケないと真面目な顔できないの？まあ、居場所はわかったし一応滅ぼしに行こうか。ええー、めんどくさいよ。あ、情報ありがとう。助かったよ。いえいえ、こちらこそ助かりましたよ。あ、滅ぼすなら妙蓮寺の連中も一緒にお願いしますね。もしかしてとある理由ってそれ？もう少し仲良くしてほしいものです。それでミミコ、この後どうする？一応身内のことがやられてしまったし。こら、一応とか言わないの。まあ、一旦ここは手分けして片付けますか。それしかないか。とは言っても形が残ってるの私ら3人だけなんだが。私も残っとるわ。おやれミリアさん、ずいぶん辛そうですが、このカリスマ勝負はどうやら私の勝利ということで良さそうですね。私はまだ負けていないぞ。ニンニクさえなければすぐにでも再開してみせるわ。いや、そんなもんもういいから。昨夜はどうなんだ？この髪の毛が伸びたままなのは気になりますが、他は特に問題ないようですね。ヨウムさんにつけられた傷も完全に回復していますし。ただ、意識が回復した時は果たして。そうか。では昨夜さんはあなたにお任せするとして、他は。帰るか。そうですね。ああ。なんだ。面倒をかけてすまなかったな。この歌詞は大きいですからね。どちらかというとヨウムヘの歌詞だと思うんだが。まあ、うちの昨夜も迷惑かけたしな。そうですね。では昨夜さんが無事回復されたら手料理でも存分に振る舞ってもらいましょうか。